今日はもうあの筋肉痛もだいぶ取れていいコンディションだと思います。と今日はこれから、クラシックバリエーションのコーチングと、コンテンポラリーバリエーションのコーチングがあります。今日のクラシックバリエーションの出来は、まあ自分の納得いくような踊りができました。この後はコンテンポラリーバリエーションの、コーチングがあります。クラシックのバリエーションのコーチングが11時ぐらいには終わってて、でそこから6時まで待たなきゃいけないのでちょっと待ち疲れてます。コンテンポラリーバリエーションはコメディアを選びました。それは、自分で決めたんですけど、一番自分の踊りに合ってるかなと思ったからです。コンテンポラリーバリエーションを撮ってる時は感覚としてはやっぱり自分はクラシックバレエの方が得意なので何とも言えないですけど、やっぱり難しいです。このコンテンポラリーバリエーションは基本的には自分でビデオを見て練習しました。今夜は何食べるかはまだ決めてないです。未定です。